ゆか彩香やかは、日本の女子アイスホッケー選手。ポジションはディフェンス。東京都東村山市生まれ、北海道釧路市育ち。ジップは、元日本代表のゆかや母は、テニスのインストラクターで、スポーツ一家に生まれ、4歳の時にスケートを始め、小学生の時にアイスホッケーを始める。実米のゆかしんりゆかもアイスホッケー選手で、2018年の、ピョンチャンオリンピック、 日本代表になった。中学からは地元のアイスホッケーチーム大臣に入団。背番号は父の現役時代と同じ29。中学3年生時に U18 日本代表に選出され、釧路高南高校進学後、2010年の女子アイスホッケー U18 世界選手権に出場したが、同年秋にバセドウ病を患った。2011年、 U18 世界選手権には出場した後、2014年、ソチオリンピックに間に合わせるために2012年4月に手術を行った。その後も治療を行ったため、2012年1月開催で自身が出場できる最後の U18 世界選手権には出場できなかった。2012年10月開幕の第1回女子日本アイスホッケーリーグには大臣で出場。 日本代表にも選出されて2013年2月に、スロバキアのポプラトで行われた、ソチオリンピック最終予選に出場し、4大会ぶりの予選突破に貢献した。2013年4月、法政大学スポーツ健康科学部健康学科に、入学したのを機に西部プリンセスラビッツに移籍する。同月、ノルウェーのスタバンゲルで行われた、女子アイスホッケー世界選手権。 ディビジョン1グループ A に出場し、優勝とトップディビジョン復帰に貢献、大会のベスト DF に選出された。2017年3月に大学を卒業後、JOC トップアスリート就職支援ナビゲ、ション、アスナビを通じ全日本空輸 ANA に入社。ありがとうございます。